お、こっから見えるかな。おお、すげえ富士山。はい、皆さんこんにちは、エスプレスライダーです。今日は、観光ツーリングっていう感じではなくて、ちょっと今山中湖の方にプチツーリングに来てみました。本当は今日はバイクに乗る予定じゃなかったんですけど、もうねこの天気だからね、もうバイクに乗りたくなっちゃって、気づいたらねもう山中湖にいましたね。ということで今日はね、せっかく天気も良くて富士山もね結構くっきり見えるので、軽くね山中湖をぐるっと回って、帰りはね道志道を走って、帰るようなね本当に緩いツーリングをしようかなと思います。いやー本当ね今日いい天気で、気温もね20度ぐらい上がるみたいなんですよね。ただやっぱりね山中湖周辺はちょっと肌寒い感じするかな。この辺り涼しいからね。いやー気持ちいいっすね。やっぱね山中湖はね比較的自宅からもね、そんなに近いっていうわけでもないんですけど、高速乗ればね1、2時間ぐらいで来れちゃうので、本当にねプチツーリングするのにはねちょうどいいコースなんですよね。昔はねよく下道で、道志の方まで行って、そこからね山中湖に抜けて山中湖をぐるっと回って帰るようなね、ツーリングをよくやってたんですよね。で最近は全然ねそういったツーリングやってないからね、ほんと久々だな。ちょっとね木が邪魔でね富士山がまだ見えないんですけど、ここを抜ければ富士山が見えるはず。お、こっから見えるかな。おお、すげえ富士山。いやめっちゃくっきり見えるね。今日はね山頂の方にも雲がなくて、山頂までねくっきり見えますね。雪がすごいな。やばいねこの絶景は。すげえ。もうこれを見ただけでもねほんと来た価値あるわ。山中湖もすげえ綺麗だな。今日はね本当は撮影するつもりなかったんですけど、あまりにもね富士山がくっきり見えるから急遽ね撮ろうと思いましたね。すげえなこの富士山。多分ね GoPro だとね結構ちっちゃく映ってると思うんですけど、あの実物はねめっちゃでかいんですよね。ほんと目の前にね富士山があるような感じで、すごいな。いや久々に見たわこんな絶景の富士山。もう最高、来てよかった。今日はね本当にこんな感じで、特にね面白みも何もない、いつも特に面白くないんですけど、今日はね淡々とね走るだけのね内容になると思いますね。あー気持ちいい、素晴らしいね。山中湖も富士山はねちょうど後ろに行っちゃったんですけど、それでもねやっぱ山中湖も気持ちいいわ。あー癒される。やっぱね今日天気いいからねバイクもめっちゃ多いんだよね。山中湖のこのね周辺って結構ね美味しそうなレストランとかカフェがね結構立ち並んでるから、そのあたりもね動画で紹介とかねしたいんですよね。あー気持ちいい。やっぱねこの辺りはね空気も澄んでるし、ほんとね走ってるだけでねなんか綺麗になるっていうか心が洗われるね。いいな。
じゃあこの後はね、せっかく山中湖にいるから、絶景のね富士山を見にパノラマ台にねちょっと行こうかなと思います。今日はうわすげえ富士山今日はねやばいと思うよ、この富士山すごい絶景だと思う。楽しみだな。パノラマ台って富士山がね見れる、まあ、絶景スポットなんですけど、山中湖からね結構近いんですよ。なので山中湖行った時は、まあ、毎回ではないですけどね、たまにね、行きますね。今日はね本当天気いいし富士山もくっきりだからめっちゃすごい絶景見れるんじゃないかな。楽しみ。はい、気持ちいい。結構ねこのパノラマ台行くまでの道がねタイトコーナーが連続してるから本当に気をつけないとね結構危ないですよね。おおすごいね富士山。おーバイクもやっぱり多いね、みんな写真撮ってるわ。ここで撮るよね、すごいな。やっぱりねあそこは人が多いからな、もうちょっと先に行くと結構ねいい写真が撮れるポイントがあるんですよね。うわーすげーでかやばいっすね。そうこっからもね結構いい写真撮れるんですよね。この辺でいいか。よーし到着。じゃあちょっとね写真撮ろうと。見えますかね、向こうにね富士山がくっきり見えますね。うわ太陽の光がね山頂を照らしてて雪がピカピカしててすごい綺麗。向こうはね山中湖ですね。いやーすごい絶景、素晴らしいね。はい、今ね道志道に来ました。いやー久々のねくねくね道楽しい。やっぱ最近ね寒いからね海方面ばっかり行ってたからね、こういう山道はねすごい新鮮ですね。いやー道志道めっちゃ気持ちいいっすねめっちゃ渋滞してますけどね、もう後ろねすごいですよ、あのね超マス通状態、何台んだろうバイクだらけ、さすが道志道すごいわ。本当はねこのインスタ360を使ってこうかっこよく乗ってる姿をねかっこよく撮りたかったんですけどねちょっとねこの交通量じゃ難しそうだね。まあそれでもこうやってまったり流してるだけでもねすげえ気持ちいいし、本当来てよかったわ。はい、ということで今日はね道志道はねずっとこんな感じだと思うのでこの辺でねお別れしたいなと思います。今日はね本当に散歩通って感じで、まあ、軽い気持ちで出てきたんですけど、あんなに綺麗なね富士山が見れるとは思ってなかったので来てよかったなと思います。あんなねくっきり見える富士山もねなかなか見れないからね、いや本当来てよかった。はい、ということで今日はねこの辺でお別れしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。エスプレスライダーでした。じゃあね、バイバイ。
falls on you.